こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリ答えております。はい、はい、ではまっチャンネルまた始まりましたけども、よろしくお願いします。早速ですが質問に参ります。はい、こちらはね、鳥取県にお住まいの60代の女性からの質問なんですが、これもね、以前の放送を聞いてくださったということなんですけども、ありがとうございます。松武蔵さんの部屋にはマネージャーがいたというお話でしたが、どんな人がマネージャーになるのですかと、こういう質問なんですけども、いかがですか？部屋によっていろいろケースはありますが、うちはマネージャーはね、元力士でした。ああ、そうなんですか。それは松武蔵さんより兄弟子なんですか？ええ、7年ほど弟弟子になります。あ、そうですか。はい、彼は高卒なのでね、年は3つしか変わらなかったんですけども。あ、そうなんですか。はい、それでいつ頃にマネージャーになられたんですか？3年ほど力士していたんですけども、網膜剥離というね、網膜剥離患いまして、引退という形になりました。怖いですよね。そうですね。力士は多いんですか？多いです。力士はね、頭で強くガツンと当たるのでね、割とね、多く聞きますね。そうですか。現役続行はね、難しいことになり、引退をしました。しっかりしているっていうね、気配りもね、できて明るい人間だったので、親方もマネージャーとしてね、部屋に残るように提案し、本人もね、すぐ決断して部屋に残っていました。それまでマネージャーとかはいたんですか？部屋ができて独立、親方独立した当初はね、親方の知人の方が、結構年配のことでしたけども、やって運転手兼マネージャーみたいなことをやっておりました。そうですか。ただ、力士でないためにね、分からないことも多かったです。そうでしょうね。なのでね、元力士の若手をね、抜擢したんではないでしょうか。その方はマネージャーとしてはどうでしたか？適任でしたか？そうですね、やはり気苦労も多かったと思いますがね、テキパキとね、頑張ってくれてました。そうですか。ただね、彼朝起きるのがすごい苦手、そこがね、力士を、元力士でありながら朝が苦手というね。そういう人もいるんですね。じゃあなんか朝起きの失敗談とかもあるんですか？いや、もう親方朝早く出かける時とか、いなかったりしてこっぴどく怒られてるのを見ました。そうですか。私もね、結構な気が、そのマネージャーと気が合ってたんでね、いまだにね、引退後もずっとお付き合いをさせてもらっております。そうですか。じゃあ今もマネージャーをされてるんですか？いや、やっぱ彼ね、人生設計をしっかり考えていたのか、先代の親方が定年退職を迎える前にね、再就職を考えて、早めにね、年齢を、自分も年齢を取っていきますんでね、早めにね、別の仕事で頑張りたいということで辞めて、今でもね、バリバリ頑張っているようです。そうですか。部屋によっていろいろかとは思いますけども、元力士のマネージャーっていうのは多いんですか？そうですね、比較的多いと思いますが、そうとは限りません。でも、現在私も付き合いをさせてもらってる武蔵丸の武蔵川部屋のマネージャーは元力士ではありません。そうなんですか。親方武蔵丸は現役の時から運転手をね、ずっと。そしたらもう相撲界のことも結構分かってる。そうですね、相撲経験はないんですが、ずっとね、運転手してたんでね、よく分かってると思います。じゃあもう親方もすごい信頼してるっていう、ね、そうですよね。ということでね、マネージャー、部屋によっては状況は違うけども、元力士の方がね、なることもありますよという、そういうお話でした。ありがとうございました。ではね、次の質問なんですけども、こちらは、岡山県の20代の女性の方からの質問です。行司さんが、力士の名前を見上げますけども、力士の名前を間違えるようなことはあるんですかという、こういう質問が来ておりますけども、いかがでしょうか？上の方のね、行司さんはまず間違えることはね、ないと思います。ベテランですからね。でもね、若い行司さんにはありえなくもないです。そうなんですか。だいたい行司さんというのは何番ぐらい勝負さばくんですか？
重量幕内になりますと2番ずつですね、うん、でも下の方に行きますと、やっぱりあの捌く数も多く、かなり12段ぐらいになりますとね、10番から10番ちょっと、そうなんですか、はい、結構そんだけ多いっていうことになりますと、うん、なかなかね、歴史の顔と名前が一致しなかったりとか、ど忘れしたりとかいうこともあるかもしれませんけど、なんかメモって見ながらとかするんですか？いやいやいや、行司さんはあのメモは見ませんね。あ、そうですか、はい、その相撲の前始まる時に呼び出しさんが土俵に上がって、はい、東西の力士を呼び上げるんですけども、うん、呼び出しさんはね、対戦相手を見て、うん、あの呼び上げるんですけども、うん、行司さんはそれを聞いてね、うん、頭に叩き込むんでしょうね。あ、そうですか。もちろんあの前もって勉強もしてますよ。うんうんうん、そうですか、はい。でももしね、忘れたとかね、間違ったっていう時にはどういうふうになるんですか？そうですね、若い行司さんにある話です、はい、間違えた場合などは、うん、土俵の前に審判員の人だ、親方が座ってますよね、はいはい、その親方が、うん、〇〇だぞ、間違えたことを指示してくれます。そうなんですか、はい、親方はもう全部分かってるっていうことですか？親方はね、はい、あの手元にね、取り組み表を持って、はい、そうなんですか、勝負を見てますんで、うん、はい、その勝負一番一番終わると、勝ちをこうチェックしていきます。そうなんですか、はい、後で確認をし合います。確認し合うんですか？そう、後でね、あのその審判終わって引き上げた時に読み上げて、はい、互いに確認をし合います。毎日ね、はい、勝負間違えて記録をしていると大変なことですよね。一番一番にね、勝ち負け、勝ち越し負け越しもかかってきますしね。ということでね、行司さん、こう名前を忘れることが絶対ないとは言い切れないでしょう、うん、ということなんですけども、まあ、そんな時にはね、あの下の審判をしている親方がフォローしていますよと、まあ、そういうお話を伺いました、ね、はい、いかがでしょうか。まっちゃんねるではこのようにね、いろいろな質問をお受けしております。初歩的な質問でも素朴な質問でも大いに結構ですのでね、また YouTube のコメント欄なども使って質問をお寄せください。では今日もありがとうございました。また明日。ありがとうございました。